はい、こんばんは、ソラです。今日はね、金曜日、本当はやる予定じゃなかったんです。明日のね、土曜日の夜9時から、スティッカムの方でね、スティッカムの方でやらせてもらおうかなと、まあ、2時間ばかりたっぷりね、まあ、もし聞いてくださる方いたらいいなと思いつつ、やりたいと思ったんです。今日はね、やる予定じゃなかったので、どうしてもね、なんかこうギター触りたくて、ちょっと、まあ、深夜なんて静かにね、まあ、一応防音にはなってるんですけど、やってみたいと思います。2曲ぐらい、3曲かな。素肌に片袖通しただけで、色とりどり脱ぎ散らかした、床に広がる絹の海、着てゆく服がまだ決まらない、苛立たしさに唇噛んで、私ほんのり涙ぐむ。あなたに会う日の恋するなんて無駄なことだと、例えば人に言ってはみても、あなたの誘い拒めない、最後の仕上げに鏡見れば、鏡の下で笑ったはずが、影を集める泣きぼくろ。あなたに会う日の朝かり、ああ夢人よ、ひとよ限りと言い聞かせては、紅を引く。あなたを愛した私は一つ大人になった、ああ夢人よ、人よ限り、人よ限りで、あれ、あ、ごめんなさい、人よ限りで覚めてく夢に身を任す。駆けつけ3杯じゃない、駆けつけ1曲っていうね、本当にね、せっかちですよね。もう帰ってきてね、もうとにかくね、ギターが来たって、ギターケースパッと開けてね、まあ一人で歌えばいいんでしょうけど、もう迷惑帰り、まあでも迷惑じゃないですよね、まあ、何だこいつはと思ったらね、あれですもんね、あのね、なんだっけまあ、ちょっとね、まだね、
唱する君。これ何なんですか、このね、この歌っていいですよね。この伊勢正三さんが作ったんですよね、イルカさんが歌ったけどね。化粧する君のその背中がとっても小さく見えて仕方ないから、僕はまだ君を愛しているんだろう、そんなことふと思いながら、窓の外は雨、雨が降ってる、物語の終わり、物語の終わりに、こんな雨の日に会い過ぎてる。こんな感じの歌でしたっけね。化粧する君の、なんかこの出だしが好きなんですよね、これね。まあせっかくだからね、なんていうかちょっとうろ覚えの中でこんなのも。これは果たしてどうなんでしょう。キーっていうのはねよくわかんないですよ。キーっていうのはね。あなたっていうね歌は僕のねあのオリジナルに多いんですけど、あなたっていう歌があるんですよね。昔の小坂明子さんって言ったかな、あのピアノ弾きながら歌ってる人でしたよね。 C かな。もしももしもこんな感じ、もしもこんなに低いと歌えるのかな。もうちょっと開けちゃおうかな。でもね、わかんないんですよね。これ途中からね、上がって出なくなって、まあでもね、ちょっとこう余興ということでね、今日はあの本来これライブっていうあれじゃないんですけど、まあたまたまお聞きになってる人は、まあ得をしたというか損をしたというか、規制をこう聞かされるというか、ちょっとわかんないんですけど、あなたがね、よくね、これ知ってるはずの歌なんですけど、もしも私は家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。大きな、ちょっと低いかもしれないです、もしかしたら。ちょっと思いっきり上げてみましょうか。もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。大きな窓と小さな小さなドアと、部屋には古い暖炉があるのよ。真っ赤なバラと白いパンジー、子犬の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい、それが私の夢だったのよ。愛しいあなたは今どこに。あ、こんな感じの歌だったかな。
コード適当にごまかしちゃったけど、もっと高くてもよかったかもしれないですね。今ね、なんかこうコードは載ってないんですけど、このね、昔のこう歌集があるんですよ、フォークソング全集みたいなのはね。だそれをね、ちょっとこう見てるんですけど、まあ、じゃあね、もう今日本当に、もう疲れてるしね、もう最後にね、これを歌って、終わりにしたいと思います。これといってもまだ決めてないんですけどね、あ、そう、じゃあ、これにしよう。ロードショー、ロードショー、今日はロードショーの気分です。ロードショーをね、じゃあロードショー。映画館のロビーであなたの笑顔を見てしまいました。私にではなく誰か知らない人に注ぐ微笑みを、パンフレット持つ手が震える私の目の前通って、二人は腕組み赤い扉の中へ消えて行きました。ベルが鳴っています。私の愛を脅かすように明かり消えました。泣いてもいいと教えるように、忙しくて会えないあなたは電話でそう言ってました。私にごめんとすぐに謝ったのはこんなわけですか。冬の海を見せたい私の心に届いた絵はがき、あなたの後からついて行こうと決めて2年過ぎました。幕が閉まります。あなたの愛も終わりでしょうか。明かり灯ります。私一人を映し出すように、映画館の外にはいつものざわめき、見慣れた街角、あなたと私に続く物語だけ今は大事です。そういう時間にね、突然駆けつけてね、歌わせていただいちゃって申し訳ありませんでした。明日はね、夜9時からスティッカムの方でね、ライブをね、トークショーというかもう気ままにやらせていただきますので、もしよろしかったら覗いてください。ありがとうございます。おやすみなさい。